はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、大人気女性 SR トレーナーたちの価格はどのようになっているのか、後編でございます。私事ですが、今年でチャンネル登録1500人を目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは紹介していきます。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目はフーロ SR です。メルカリでの高値では5600円での取引がありました。購入相的には3100円から4000円での取引がありました。2枚目はナタネの活気 SR です。高値では3200円での取引がありました。購入相的には2200円から3000円での取引がありました。3枚目はアセロラの予感 SR です。高値では8500円での取引がありました。購入相的には6500円から8000円での取引がありました。4枚目はヒガナの決意 SR です。高値では4100円での取引がありました。購入相的には2200円から4000円での取引がありました。5枚目はサナ SR です。高値では約7900円での取引がありました。購入相的には5500円から7700円での取引がありました。6枚目はクララ SR です。高値では14400円での取引がありました。購入相的には6000円から11700円での取引がありました。7枚目はカミツレのきらめき SR です。高値では約3600円での取引がありました。購入相的には2000円から3400円での取引がありました。8枚目はユーリ SR です。高値では約8800円での取引がありました。購入相的には5000円から8000円での取引がありました。最後はカトレア SR です。高値では約11500円での取引がありました。購入相的には7500円から11200円での取引がありました。すべてのカードが購入しやすくなっているのは本当にいいことですよね。私はどうしても欲しいカードがあったため、傷ありですがコレクションにしていたクララとアセロラの予感を売ってきました。皆様は最近売ったカードなどはありますか？コメント欄へよろしくお願いします。今後ポケモンカードに関する情報を発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。